TPP 環太平洋経済連携協定についての初の地方説明会が金沢市で開かれ、参加の必要性を強調する政府に対して会場からは厳しい質問が相次ぎました。医療保険そのものについてそこまでご心配のようなところはないというふうに思っております。それは断言できることなんですか？今の段階ではそうです。説明会には石川県や富山県から200人が出席しました。 TPP に参加した場合、医療や保険など生活に影響が出るかといった質問が相次ぎました。政府側は情報を収集している、交渉事などで出せない情報もあるという答えを繰り返しました。交渉の中身は見せたくない政府側と、情報不足にイライラする住民という構図は今後のフォーラムでも繰り返されそうです。